受90、航空機、ユンカース受90は、第二次世界大戦の前に、ルフトハンザ航空が短期間使用した4発の40、座席の旅客機である。受90は、試作以上の段階には進まなかった、ユンカース受89爆撃機を元にしており、ドイツ空軍は、この機を、もっぱら軍事輸送に使用した。大日本帝国陸軍も購入を検討したが、実現しなかった。 ユンカースジュ90旅客機、輸送機シリーズは、長距離戦略爆撃機の製造を目的としたウラル爆撃機、ウラルボンバー計画の広報機、ユンカースジュ89から生まれた。この構想は、ドイツ航空省、ライクスラフトファートミニスティリアム、RLM が、より小型で高速の爆撃機を好んだために1937年4月に放棄された。 ルフトハンザ航空、ドイチェルフトハンザ AG ーーは1933年の早期から長距離旅客機の要求を出していた。1 8 1 9の開発プログラムが空軍により放棄された時には、試作3号機が半完成状態であり、ルフトハンザ航空はこの機体を元の主翼と尾翼を残し、これに新規に製造した幅広い胴体を組み合わせて、旅客機に改装するように要求した。 この新しい機体は、受球獣と名付けられた。ユンカース受球獣は2枚の垂直尾翼がついた、水平尾翼を持つ4発の全金属製の低翼端容器である。主翼前円に、顕著な交代角がつき、後円はほぼ直線となっている。主翼構造は5本の環状下駄に、表面の滑らかな圧円外皮で構成されていた。ユンカース車特有の二重、翼、 ダブルウィングと呼ばれる全幅にわたる複合フラップ、エルロンが取り付けられていた。尾翼部分にのみ、ユンカース車電灯の波型外皮を採用していた。垂直尾翼に顕著に突き出して装着された、方向打は水平尾翼の端に取り付けられ、方向打は昇降打とは隙間を置いて離れて折り別の、形に重翼を構成していた。これらの尾翼は18、19からの流用であった。 新しい胴体は圧縁された滑らかなジュラルミン製外皮で覆われた円形断面で左右5組の長方形の窓がついていた。8座席のコンパートメント内には1組の窓と中央の通路を挟んで相対するに座席が配されており、これが4つか5つあった。5つのコンパートメントを持つ機体は最大40名の乗客を収容できた。機体交尾にはトイレ、クロークルーム、 郵便保管庫が備えられ、荷物は客室前方に搭載した。胴体は当時の標準としては大きかったが、その直径2.83メートル9フィート3.5インはボーイング7373.52メートル11フィート6.5インよりはかなり小さかった。オリンは完全引き込み式で、単車輪の主客は油圧で内側のエンジン内に引き込まれた。 最初の試作機の 190V1 は 820kW1100HP のダイムラーベンツ DB600C 等率、V 型駅でエンジンを4機装備していた。このエンジンは前の1089と民間型生産機の190のものより大出力であった。オーデッサウアー、デアグロザデスワーという名を付けられた。この機体は1937年8月28日に 初飛行し、ルフトハンザ航空は8ヶ月にわたる飛行テストの後で、長距離飛行テストを実施した。1938年2月6日に、この試作機は、オーバースピード試験中に墜落した。試作2号機、V2 は1938年5月、テストのために、ルフトハンザ航空に納入された。すべての民間型生産機の受給銃と同様に、この機には6 2 0ット。 830HP の BMW132 製型エンジンが装着された。本機のエンジンを低出力エンジンへ変更した理由は、おそらくダイムラーベンツ社が生産するエンジンを、より戦略的に重要な第一戦機に優先配分するためであった。この機は、プロイセン、プロイセンと命名され、熱帯運用テスト中の1938年11月26日に、 ガンビアのバサーストで離陸中に墜落した。この墜落は離陸中のエンジン故障に起因すると考えられる。このようなつまずきにもかかわらず、ルフトハンザ航空は量産型の A-1 を8機発注し、それとは別に続く2機の試作機も使用した。V3、バイエルン。バイエルンは1938年7月からベルリンウィンカーに就航し、 1938年中に、総計 62,572km を飛行したと言われている。ルフトハンザ航空は A-1 を7機しか受領できず、最後の1機は1940年4月に直接ドイツ空軍に納入された。南アフリカ航空も 670kW、900HP のプラットホイットに一ンはスプエンジン搭載の2機の、 A-1 を発注した。これらの機体は BMW 射精エンジンを搭載した Z-2 と区別するために Z-3 というもう一つの名称を持っていた。これらの機体は南アフリカ航空には納入されず代わりにドイツ空軍へ行った。戦争の進行につれて残存していた6機のルフトハンザ航空の機体もドイツ軍に挑発されたが後に2機が返還された。 モトルフトハンザ航空の機体のうち4機がノルウェー侵攻に使用された。4番目の試作機、V4 が 980kW、1320HP のユンカースユも 211FL エンジンを搭載して1941年7月にドイツ空軍に収益した。1939年4月に RLM はユンカース社に190の さらなる軍用輸送機としての開発を要求した。1 9 0 v こと V6 はこの軍用仕様の試作機であり、翼長が伸ばされ、19%、翼面積が拡大、11%されて中間部の前縁が直線にされた新しい主翼を持っていた。後着装置は強化され二重タイヤになり、垂直尾翼はより丸い形状になったので初期型の特徴は失われた。 窓は各側10の幻想に交換された。受給自由 v 5は1939年12月5日に初飛行を行った。V5 と V6 の特別装備は車両や大きな貨物を搭載するための胴体の床に設けられた搭載ランプであった。このランプを開くと胴体を飛行時の水平状態まで持ち上げた。量器はより強力な1 2 0 0 1600hp の BMW801MA 製型エンジンを装備していた。最後の2機の試作機ボルト7と V8 は直接的にユンカースチュ290の開発プログラムにつながった。V7 は胴体が1.98メートル、6フィート6位に延長され、水平尾翼はヨーイングの不安定さを解消するため上、帰り頭が付けられ、偵察機型の試作機は 空力的に V7 と類似していたが、V8 は2門の 20mmMG151、機関砲と9門の機関銃を胴体上面に2箇所、胴体下面に1箇所、ビ部の銃座に装備していた。j u 9 0の中の数機はより大型の輸送、偵察機である j u 2 9 0の試作機に換装された。より強力なエンジンと改良を施された。 u 90V5 と V7 がこの方向で改装され、V7 は u 290V3 に転換された。u 90V8 は試作2号機の u 290V2 となった。未完成であった A シリーズの11番目の機体は u 290V1 に転換された。u 90V6 の機体はユンカース u 390の製造に使われた。1938年2月、 日本陸軍は92式重爆撃機の後継機、歌唱機90、もしくは機50として本機に着目する。ユンカース社で10機を製作して、空輸、購入代金は、満州国の大豆をドイツへ売却した代金か、重当するという方針であった。陸軍から依頼を受けた、三菱重工は、武田次郎本社営業課長を、ユンカース社に派遣。 同年7月25日から交渉を開始した。だが、ユンカース社は、返答を先延ばしにし、9月9日に、拒否の方針を伝えた。結局、各方合計18機の1910が製造された。少なくとも2機が戦争を生き延び連合国軍の手に、落ちたが、その後間もなく、スクラップにされ、現存機はない。190A1 またの名は、190Z2。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。